ちは、伊藤和恵です。今日はですね、またまたひきりえちゃんよろしくお願いします。一緒です。そしてちょっとこの雰囲気いつもの違うんですけれども、実はこの方のチャンネルにもお邪魔してます、島田秀平さんです。どうも、島田秀平です。お願いいたします。私がいつも大好きで見てる階段巡りの、島田さんなんですけれども、リエがすごく、霊感があって、あ、いろんな話持ってるので一緒にお邪魔したいねみたいな話をチャンネルで言ったらちょっと実現しちゃって、いや本当に光栄です。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかいつものね、楽しげなチャンネルの雰囲気と今回全然違いますよね。大丈夫なんでしょうか。大丈夫です。ただびっくりしました。お二人やっぱり不思議な話たくさんお持ちで、出てくる出てくるっていう、まあ、リエはすごいですよ。実体験が全部ね、10代の時からも、うん、そうだね、何回もいろいろ経験してるからね、うんうん、さっきびっくりしたのがね、あの階段巡りの方でリエさんが名古屋のあるホテルに泊まった時の超恐怖体験話されたじゃないですか。それで、ね、別の林家あずみさんっていう、まあ、漫談家、三味線漫談家の方が以前名古屋のホテルで恐怖体験があって、あそこは絶対泊まらないんですよって言ったホテルと全く同じホテルだったって。あ、やっぱりそうなんだ。あそこやばいらしいですね。やばいです。今名前変えて営業されてるらしいですもんね。おっと、そうですか。絶対ダメですよ。じゃあ今度は島田さんに、うん、恐怖体験とか、あ、そうそう、あ、お階段とか聞きたいよ ね。いいですか。お願いします。すいません、なんかまあ、いつも本当楽しいチャンネルなので、うん、なんかすごい怖いとかね、なんかもう寝れなくなっちゃうって話よりかはちょっと不思議なちょっと話からまず話させていただいてもいいですか。はい、はい、なんかやっぱりこう特にリエさんの神社とかね、すごくお好きじゃないですか。はい、でやっぱりいろいろ回れたと思うんですけども、僕も大好きで回るんですけど、やっぱり神様っていらっしゃるんじゃないかなってすごくね実感したことがあったんで、その話ちょっと聞いていただきたいんですけど、もう忘れもしないんですけど、2年前ですね、2021年の10月10日、僕あの妻とですね、石川県の方に旅行に行ったんですよ。で、なんでそこ行ったかっていうと、石川県能登半島ってありますけど、先っちょが鈴岬っていう岬があるんですね。で、これがあのパワースポット界では日本三大パワースポットの一つって言われてるんですよ。こう別名聖域の岬って言われていて、その3つっていうのが富士山、長野県の豊喰峠という出羽島という場所、ああ行ってみたい、ぜひもドライブで行っていただきたいですよ。行きたい。でもう一つがこの聖域の岬という場所なんですね。まあ、すごくこう肝を澄んでいて、まあ、素晴らしい場所として有名 で、その先っちょにですね、ランプの宿っていう昔からずっとやってる素晴らしいお宿があるんですね。で、じゃあそこに夫婦で旅行に行こうってことで、まあ、計画された旅だったんですね。で、行き方なんですけど、まあ、金沢の方から行ってもいいんですけども、まあ、石川県能登半島にあるんで、真ん中あたりにこう能登空港って場所があって、空港がある、はい、でそこからレンタカー借りて2時間ぐらいでぐーっとこうね、日本海沿いでこうね走っていくと先っちょ着くので、まあ、そういうルートで行こうかって話になったんですよ。で、まあ、すごく天気のいい日だったんですけど、でこう走ってると、まあ、海も見えて気持ちいいねなんて言ってたら、いきなりこう海沿いにですね、ドーンと大きな石の鳥居が見えたんですね。本当にこう、あ、写真もあるんですけど、本当にこういう感じの、あ、海に向かって立ってる。そうですね、海から神様がこう入ってこられてなんていう、はい、で、わーすごいねと思ったとこですね。この場所っていうのが、あのこれ、まあね、二の鳥居がこちらですけど、鈴神社、はい、あの鈴岬の鈴とはまた違う字なんですけど、鈴神社って場所だったんですね。で、ここってあの平安時代には源義経とか弁慶なんかも訪れているとか、江戸時代には、まあ、あの加賀藩ですから前田利家の庇護を受けてたとか、まあ、歴史があるすごい有名な神社で、僕も知ってたんで、あ、ここすごい有名、知ってる、あ、なんか行きたいねって話になったんですよ。全然こう予定してなかったんですけど、でもなんでかっていうと、実は妻がその時あの臨月だったんですね。お腹の中に9ヶ月で女の子も身ごもってまして、あ、なんかせっかくだからなんか安産祈願もできるし、これもご縁かもしれないからお参りしようって話になったんですよ。で、行ってみたらですね、まあ、すごく綺麗な神社で、まあ、よかったんですけど、あの ご由緒っていうか、その神社のこうどういう神社かっていう看板ってあるじゃないですか。そこ見てびっくりしたんですけど、その御祭神っていう祀られてる神様が二荷の御事
と、この花の咲夜姫って書いてあったんです。あ、ご存知ですか？知ってます。この二人、ね、あの夫婦の神様で、まずこの夫婦の神様なんで、ご利益としては夫婦円満にご利益がありますよ。でさらにこの花の咲夜姫の御事っていうのが、もう桜が象徴化、桜の化身と言われるぐらいすごい絶世の美女、はい、でさらに火の中で赤ちゃんを産んだという逸話があることから、安産の神様、あ、すごい、あ、いいところへ行ってただったんですよ、ね、でご利益としても夫婦円満安産なんかあったんで、うん、もうなんか呼ばれたのかな、うん、めちゃくちゃぴったりじゃん、偶然来たからよかったねなんて話をして、でおみくじを引いたらもう大吉、でこれはもうね、なんか気分もいいから最後、まあ、妻をですね、その本殿の前に立たせて写真を4枚カシャ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 って撮ったんです、うん、でその写真にちょっと不思議なものが写ってたってやつなんです。ちょっとそれ見ていただいてもいいですか？まさにちょっとね、こう見るとですね、まあ、こういう風にカシャッ、はいはい、カシャッカシャッ、うんうん、と気づきません？なんか白いのがお腹に、オーブみたいのがちょうどしかもお腹のところにポンポンって移動してるんですよ。あ、本当だ、あ、本当だ。でですね、これなんかお腹だし神様がこう来てくれたのかな、嬉しいねなんて話してた時に、後でこうアップにしてみたらですね、これ見ていただけますか？あ、桜だ、全部桜になってたんですよ。すごい、すごい綺麗に、ねえ、呼ばれてますよね、それ。この花の咲夜姫、ね、桜の化身なんてこともあったので。すごい、子供は女の子？女の子です。あ、はい、すごい、桜ちゃん、いや違うんですね、桜ちゃんではない、はい、移動してるのに全部綺麗な桜です、ね、そうなんですよ。なんかこう、こういうことってあるのかななんて、ちょっと怪談というか、すごいですね、はい、話がありました。いいお話だ ね、 いい話だね、はい、なんか怪談がなんで好きかっていうと、まあ、怖い話も単純で楽しいんですけど、なんか怪談ってこうすごく聞いた時になんかこう心があったかくなるとか、あと亡くなった方もう会えないんだけど、なんかその方が感じられて救われるみたいな話も結構あったりして、なんかまずすごく、あ、こういう怪談があるんだ、いいなと思ったきっかけの話が一つあって、それは僕の同期とかちょっと後輩の芸人がいたんですけど、彼が茨城出身なんですね。なんかその彼がですね、小さな頃からご両親が商売をやられてるんで、おばあちゃん子だったんですよ。すごく可愛がってもらってた。ですごくおばあちゃんと大好きだったんですけども、すごく好きだった理由がもう一つあって、おばあちゃんすぐねこう節目節目でお年玉とかお小遣いくれるんですよね、うんうんうん、お盆だとか誕生日とかお正月とかっていう、でそれが1万円くれるんですって。すごい、子供で1000円とか、そうですよね、子供ながらに1万円ってもうすごくね、まあ、高額だし嬉しいなと思って、まあ、裏ではねふざけて1万円おばあちゃんって呼んでたらしいんですけど、まあそんな中で高校って卒業して東京出てきてお笑い始めるんですよ。でしばらくおばあちゃん会ってないなっていう時に、仕事中夜電話かかってるんですね。見たらお母さん、もしもしって出たら、おばあちゃんが来とくよっていう、うんうん、早く帰ってきなさい、ですぐ仕事、結構遅い時間で電車飛び乗ってこう帰るんですよ。で遠いんで最寄りまでこうたどり着けなかったんですね、うん、でも行けるとこまで行って、あとはタクシーがスーッと来たんで、そのタクシー乗り込んでお願いしますってなんとか家にこう着いた時には間に合わなかったんですね、うん、でもうすごい悲しくて、あ、ごめんねおばあちゃん、ごめんね、おばあちゃん、あんな可愛がってもらってたのに、もう最近連絡もできなくてごめんねごめんねってこう言ってたら、お母さんが来て、はい、これ渡すのがおばあちゃんが使ってた赤い長財布なんですって、うん、こう最後ね、あんたにこれ渡してっておばあちゃんからよ、ありがとう、あ、ごめんねごめんねって言った時に、中に16,210円入ってるんですよ、うん、あ、おばあちゃん最後まで僕にね1万円を用意してくれて待ってたくれたんだ、で最後だからお財布とくれたんだ、ごめんねありがとうおばあちゃんと思った時に気づくんですよ。あれ、タクシーの領収書見たら6,210円なんですって。すごい、お年玉プラスタクシー代がピッチリ入ってたって。おばあちゃんはここに、ね、向かってきてくれる孫のことが分かってたんで、いつもの1万円と、まあ、そのタクシーの料金も用意してたんだなと。手品みたい。すごいね、手品みたいな。なんかそういうのってなんかすごく本当に亡くなったりとかあるんだけど、やっぱり見守ってくれてるんだなって分かるなっていう、そういうのもあって好きだなと思って、その自分が
不思議なことってあるかもしれないって思ったきっかけが、めちゃくちゃ弱い階段なんですけど、自分の体験談なんです。まあ、僕の父親は、僕長野県出身なんですけど、ずっとこう市役所に勤めていて、道路課とか河川課とかいろいろやってて、もうすごく働いて、でも、休みの日は農業をやって、その農業も自分の家っていうか、人に何か物をあげるためにこう物を作ってる人だったんですよ。リンゴとか桃とか野菜とか作って、人が来るともういらないって言ってるのに、もうなんか車のトランクいっぱいにもう詰め込んで帰れ帰れとか、で取りに来ないと、なんかもう逆にその人の家になんかもう持ってって玄関に置いてきちゃうみたいな。あ、ちなみに郁恵さん先輩、ね、やってますよね。郁恵さんもなんか一回仕事してもらった時に、うちでなんかいろいろ作ってるんですって言ったら、あ、嬉しい、羨ましいなっていうんで、毎年桃を送らせていただいた時期もあって、はい、そしたら郁恵さん、トンネルズの食わず嫌い王で桃が嫌いって言ってましたけど、ね、なんで、はい、すぐ電話かかってきて、ごめん言いづらかったって言われて桃嫌いな人っているんだね。食感ダメらしいですね、郁恵さんね。あ、へー、そういうのもあって、人にあげるためにこうやってたりとか、であとは本当に教育熱心で PTA 会長やってくれたりとか、なんかもう自分のためっていうか、みんなのためにこう働くような父親だったんですけど、高校の時にがんで、発見された時にはもう手遅れで数ヶ月で入院して死んじゃったっていう父親だったんですね。でも大好きな父親だったんですけど、その高校の時に亡くなったんです、高校2年の時に。で、僕は片道1時間半往復3時間電車でかかる私立の学校に通ってたんですよ。でその時も地元の高校落ちちゃって、そういう学校になったんですよ。で落ち込んでたら、父親がよかったじゃん、これから3年間すごい本読めるなっていう、まあ、そんなことを言うような父親だったんですね。でいつも通りこう高校2年の時に駅行くんですけど、なんかこう改札もくぐって電車乗ればいいのに、なんか一歩出ない日があったんですよ。なんか本当に気持ちが乗らなくって、こんなこと初めてだったんですけど、電車乗れなかったんです。なんかもう本当になんかもう気持ちが、なんか学校に行きたくないっていう不思議な気持ちになって、で初めて、じゃあもうサボっちゃえって言って、電車乗らずに引き返してきて、で何もすることないんで自転車で駅前走ってたんですけど、あ、じゃあまあ時間もあるし、じゃあ父ちゃんとこ見舞い行こうかなって言って病院に行ったら、入り口におじさんが立ってて、はい、はい、こっちかいこっちかいって言って、何と思って走ってったら、父親が亡くなる寸前だったってことがあったんですね。間に合った、間に合ったんですよ。すごい、それ電車乗ってたら絶対間に合わなかったんですよ。あ、ね、虫の知らせ的な、はい、ふわ、そっからもう父は亡くなってしまって、でそこから10年ぐらい経って、僕はお笑いも始めてたんですけど、コンビが解散になって、うん、30の時に、うん、で僕の姉が結婚するとか子供ができるとかっていう、こうやってこう兄弟3人いるんですけど、みんながすごくなんかこう何ですかね、こうなんか人生の岐路に立つみたいな時があったんですね。うん、僕も姉たちもみんなもう悩んだ時に、実家の母から電話がかかってきたんですよ。蔵からノートが出てきたって。で見たら3冊出てきて、周平、ちさ子へ、ゆき子へって子供たちの名前なんですよ。で見たら、僕らが生まれてからのたわいもない日記が書かれてて、で一人一人のその思い出とかが、そうです、すごい。でそこに、僕には仕事とはこうやって働いてほしいっていう言葉で、は、姉には家族とはとか子育てとはって、まさにその時みんなが一番悩んで欲しかった答えが書いてあるノートが偶然そのタイミングで出てきたっていうのがあったんです。その岐路に立ってる時にちょうどそのノートが出てくるってことですね。はい、それは なんて参考になったんですか。めちゃめちゃ参考になりましたね。なんか手相も始めた当初だったんで、うん、なんでこんなことやってんだろうかとか悩んでたんですけど、あ、これは頑張ろうって思えたような答えが書いてあったノートで、なんか亡くなってるけど、なんかそういう大事な人ってやっぱこう見守ってくれているんだなっていうのがすごく分かって、なんかこういう、これ怪談って言ったのか分かんないんですけど、こういう話もあるよなっていうのがなんかきっかけって感じですかね。なるほど。ノート今日あるんですけど、はい、見たいです。マジですか、うん、本当ですか、いいですか、見ていただいて、すごい、いろいろ用意がいいですね。これですね。
へー、これ薄く鉛筆で周平って書いてあるんですけど、良い息子よ、いやだやっぱ泣いちゃう、やだ泣いちゃうよ、一番こう心にくるっていうかね、よかった、ね、タイミングがすごいね